ははいみなさんこんこにちは映像クリエイターのサンゼです動画でわかるアフターエフェクト教室第8章では「めっちゃかっこいい文字に飛び込むトランジション」ということでトラックマットを使った文字のくり抜き方カメラとヌルの組み合わせフラクタルノイズとグローを使った味付けの方法ドリーのトランジションについてこちらのかっこいいトランジション映像を作りながら学んでいきます書籍購入者用ダウンロードページから必要な素材のダウンロードができますアクセス方法は書籍をご確認ください それでは第8章スタートです。はい。今回のチュートリアルも 3D レイヤーを使った立体的なアニメーションになるので実際に作っていく前に少しカスタムビューでどういった前後関係になっているのかっていうのをちょっとイメージしてから作業していきたいと思います。カメラが文字のトンネルを 通り抜けます。文字のトンネルを通り抜けてここの奥にあるマウンテンズという文字が見えてきて奥の背景も見えてくるといったようなシーンになっています今回はこんな感じのシーンを作っていきたいと思います少し前後関係頭の中でイメージしながら作業していくとスムーズだと思いますでは早速作っていきたいと思いますよろしくお願いします プロジェクトパネル右クリックして新規コンポジションを選択していただいて、コンポジションの名前、ドリーにしておきましょう。ドリー、アンダーバー V01 としておきます。で、画角ですね。コンポジションの画角は1920-1080の。まあ標準的な HD サイズになってます。で、フレームレート23.976にしておきましょう。開始タイムコードは0で、デュレーションは5秒にしておきます。背景色は黒にしておきます。こちらで OK をします。 はい。新規コンポジションが作成できました。で、こちらに、えー、まず文字のトンネルを作りたいと思います。フォントは今回、Adobe Fonts の中からノベルと呼ばれる、ちょっとカチッとした太めのゴシックを使用しています。ダウンロードしてない方は、ぜひ Adobe Font からダウンロードしてください。こちらのフォントです。Adobe Fonts のノベルのボールドコンデンスドってというものになっております。 もしお好みのフォントがあったら変えてもらっても構いません。アンカーポイント真ん中にしておきましょう。今回こちらのテキストと白い平面を使ってまずトンネルを作りたいと思います。方法はまず白平面作りましょう。トンネル用の白平面を作りたいので白を出したいんですがこの時注意点なんですけど今後ですねなるべく 完全な白、この255、255、255の完全な白や、この完全な黒はあまり使わない方が良いと思います。現実世界でこんなはっきりとした白や、こんなはっきりとした黒ってあんまりないので、少し違和感を覚えたりとか、コントラストがきつく感じやすくなってしまうので、 まあ白を使う時も少し浮いたまあこの240ぐらいですかね全部240ぐらいの少しちょっと暗めの白を使うとえナチュラルに見えるかと思いますで今回はこの白を使っていきたいと思います OK を押しますレイヤーの名前先に決めておきましょう白ベースとしておきますか白ベースとしておきます OK 押しますはいでですね今回これを トラックマットという機能を使ってくり抜いていきたいと思います。はい。今、白平面の上に白い文字が載っている状態です。で、こちらでですね、キーボードの F4 を押してください。キーボードの F4 を押すとですね、こういった感じでスイッチの他に、もう一度押すと、トラックマットという項目が出てきます。これでトラックマットという機能を使ってレイヤーをくり抜くことができます。 トラックマットには4種類の切り抜くモードがあるんですが、下のレイヤーを上のレイヤーで切り抜くというルールはどの方法でも変わりません。今回は上のレイヤーの輪郭、アルファチャンネルですね。アルファチャンネルを使って白平面をくり抜きたいと思います。今回はアルファチャンネルを使ってくり抜くので、アルファマットではなくアルファ反転マットを使ってくり抜きます。 今、暗くなったのがわかると思うんですが、これ暗くなったんじゃなくて、この透明グリッド見てみるとわかるんですけど、このレイヤーがくり抜かれた状態になってるというのがわかると思います。トンネルができた状態ですね。で、先ほど F4 の話、さらっとしてしまったんですが、これ F4 押すたびに何が変わってるかというとですね、この画面の左下見てみるとわかりやすいんですけど、ここで表示が実は 変変わわっってていいるのがかかりまますすすでしょうか4を押すたびに実は変わっていますこれどういうことかというとですねここのスイッチ群って実はいろいろ調整できるんですよ本当は。でこれ全部本当は3種類あって3種類のブロックがあるんですねこのスイッチモードデュレーションとかこの秒数を管理するブロックってあって全部を表示させようとするとこの3つにチェック入れればいいんですけど これだと肝心のタイムラインパネルが狭くなってしまうという問題があるので全てを選択させることはなくデフォルトではこのスイッチの表示と転送制御っていうのはこのトラックマットとかそういったものを指すんですけどここの切り替えになってます必要に応じてこういった感じで表示させてレイヤーの伸縮とかもしてもらっても大丈夫ですといった感じになってます F4 でここがスイッチしてるよと いうことだけ分かってもらえればと思います。はい。少し脱線しましたが、これで今トラックマットができました。で、今回トンネルでこの中を通り抜けていきたいので、必ずですね、ちょっと透明だと逆に分かりにくいんですが、背景今黒にしました。必ずこの t とかこの真ん中がこう通り抜けてる状態にしてください。で、画面の真ん中にあるかどうかっていうのはこちら。 タイトルアクションセーフというところで見てみますと、この画面の中心点とかが客観的に見ることができるんですが、今、このインザの t の、この今真ん中にあるバッテンが画面に対しての中心点なんですが、現状見てみるとずれてるっていうのがわかります。真ん中のこの t の中をくぐりたいので、ここに合わせておくようにしましょう。これで今画面の真ん中に t のトンネルができたのがわかると思います。このレイヤー、 を組みにした時に分かりやすいように、まあ、イエローとかグリーンとか、この2つが組になってるよっていうのが自分で分かりやすいように、このラベルで色分けとかをすると混乱が少なくて済みますので覚えておいてください。で、今現状トンネルができたので、3D レイヤーにチェックを入れて、6かけておきましょう。間違って触ってしまうと後々作業が手間なので、ロックをかけておきたいと思います。 では続いてこちらにカメラを追加していきたいと思います。右クリックから新規カメラを作成します。発祥の番外編動画で1ノードカメラと2ノードカメラの違いについて掘り下げしようと思うのですが、今回は汎用性の高い2ノードカメラとヌルを組み合わせた方法で作成していきたいと思います。カメラ名はカメラ1で大丈夫です。レンズのミリ数は標準的な50ミリで OK です。OK をします。新規カメラが生まれました。 で、こちらを使ってこのトンネルを通り抜けるという動きを作っていきたいと思います。で、今回カメラをコントロールするために塗るオブジェクトを使いたいと思います。塗るオブジェクトはアフターエフェクツでかなり重要な役割をする影の盾役者です。直接映像に描画されることはないんですが、レイヤーと紐付けて複数のレイヤーを動かしたり、様々な効果を間接的に手伝う役割があります。今回は塗るオブジェクトを使って、 カメラをコントロールしたいと思います。ヌルオブジェクトの名前をカメラコントロールにしておきましょう。ヌル。わかりやすいようにアンダーバーカメラコントロールとしておきます。でですね、ヌルオブジェクトも 3D レイヤーにできますので、3D レイヤーにしておきます。ヌルオブジェクトの位置 P を押してみると、今、960-540の0になっています。で、カメラの位置ですね。カメラの位置がの、960-2666となってます。 カメラの位置とヌルの位置を同じ位置にしたいと思います。現状横から見てみると、この画面の真ん中にこの赤いヌルがあるのが見えるかと思うんですが、画面の真ん中にヌルがあって、カメラの位置はこちらなんですね。手前の方にタイトルセーフ外しますね。カメラの位置はこの、ここにあって、ヌルは画面の真ん中0のポイント、Z 軸の0の位置にあるという状態なので、 ヌルもカメラと同じ位置にまず持っていきたいと思います。やり方は簡単でカメラの位置をコマンド C でコピーしてコマンド V でペーストします。今、ピョッと飛んだのがわかると思います。このピックウィップを使って、こうピュッと結んであげると、レイヤーが、カメラレイヤーはこのヌルに順じて動くようになります。カメラコントロール用のヌルが親でカメラが子になっている状態です。 では、この状態でカメラがぐーっと飛び込んでいく動きを作っていきたいと思います。ビューをアクティブビューに戻します。ではですね、現状の位置、この位置が見やすいと思うので、まずこの位置にしっかりとキーフレーム先に打っておきましょう。で、カメラを送って3秒かけて飛び込みをしたいと思います。ぐーっといきます。背景ちょっと等間してみますね。こんな感じ。ぐーっと。はい。こんな感じ。 トンネルを通り抜けているような動きですねちょっと現状これ奥のレイヤーがないとどれだけ突っ込んでるかっていうのが見えないと思うので奥のレイヤーも用意したいと思います今回アンスプラッシュという素材サイトの素材を使用します概要欄にリンクがありますのでそちらからダウンロードの方よろしくお願いいたしますこちらの 綺麗な山脈の写真があるんですが、この写真の世界に飛び込んでいくというシーンにしたいと思います。新規コンポジションで、プリコンプ作っていきましょう。背景用のプリコンプ作ります。プリ、背景としておきます。画角は HD サイズで大丈夫です。両サイド切れちゃうんですけど、後で増やすので問題ないです。HD サイズの23.976としておきましょう。デュレーション5秒にしておきます。あと、このフレームレート。 に注意点なんですけど、プリコンプとして使うときは、必ずメインコンプとフレームレートを合わせるようにしてください。最近はアフターエフェクツ結構頑張ってて、フレームレートずれてても、なんとなく計算の処理してくれるんですけど、プリコンプとメインコンプのフレームレートが合ってないと、基本的には何かしらのトラブル起こるので、必ず合わせるようにしておいてください。その点ご注意ください。はい。では、プリコンプの背景用のコンポジションできました。背景レイヤーを入れておきます。 画面がギューっと小さくしてこんぐらいにしておきましょう。画面いっぱいいっぱいにしておきます。プリコンプにしておくと中の写真とかを切り替えたりするのも非常に簡単なので今回はこういった感じで作りました。はい。では、大元のメインコンプであるドリーに戻ります。はい。では、この中にプリコンプを入れたいと思います。奥の方に背景が置かれました。 3D レイヤーになってないのでチェックしまーす。で、奥の方に Z 軸で持っていきたいと思います。ぐぐぐっと。トンネル通り抜けたところでぐぐぐっと。まだまだ全然奥になってるのが足りない感じがするので、えー、今回、奥行き1万にしましょう。1万、でん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 と。奥行き1万にしました。すごく奥の方に背景があって、そこに飛び込んでいくと。で、見てみますと、背景小さいので、 ぐーっと大きくしておきましょう。ぐーっとスケールで大きくしていきます。今、手動でやりましたが、スケールが大きくなってるのがわかると思います。ぎゅっと、この世界に飛び込んでいく動きが少しずつできてきました。で、カメラの移動幅、もう少し、もう気持ち欲しいので、ぐーっとカメラの突っ込みをもうちょっといきたいと思います。2500ぐらいにしときましょうか。 カメラの突っ込み2500ぐらいの移動感を作って約5000ぐらい動いてるって感じですね。はい。で、ちょっと逆に画面がもったいないのでもうちょいギリギリまで攻めたいと思います。このぐらいにしときましょうか。移動し終わった時に広めの映像の方が綺麗に見えるのでこうしときます。再生してみます。はい。こんな感じですね。 ただ、この状態の時に画面が見切れてるのが分かってしまうので画面を増殖させたいと思います。エフェクトのモーションタイルを使います。モーションタイルというエフェクトはめちゃめちゃ優秀なエフェクトでしてこの背景に適用します。このエフェクトはこの画面をね 複製して伸ばしてくれるんですよね。こんな感じで。150ずつぐらいにしときましょうか。カスタムビューで見てみると、こんな感じでタイルのように伸ばしてくれるんですね。ただ、今、切れ目と切れ目の境目がわかりやすいので、ミラーエッジにしときます。そうすると、こういった感じで、鏡のように、わかりますかね。こういった感じでタイリングされてる状態からミラーエッジにすると、鏡のように、 反転させるので、パッと見バレないっていう感じになります。まあ厳密に言うとちょっと謎の反射に見えてはいるんですが、これ、後でモーションブラーをかけたり、カメラに動きを、換気をつけていくので、ほとんど目立たなくなります。ではですね、カメラに換気をつけていきたいので、リニアのキーフレーム選択して F9 を押します。この後はグラフエディターを使ってアニメーションに換気をつけていきます。このちょうど、 一秒半のあたりで山が大きくなるようにしましょう。ぎゅーっとこうやって、ハンドルをぎゅーっと。今回は速度グラフを使ってやっていってます。こんな感じ。ぎゅーっと、ぎゅーっと、こうやっていきますね。そうすると、じんわりてぎゅっと。緩急のある動きになったのがわかると思います。じんわりぎゅっこんな感じですね。3秒間かけて、じんわり寄って、ちょうどこのトンネルを通過するあたりが早くて、 通過した後はゆっくり止まるといったような動きになっているのがわかると思います。はい。では、奥の文字も作っていきましょう。新規からテキスト。マウンテンズを作りましょう。はい。今、奥の文字であるマウンテンズと打ちました。アンカーポイントを真ん中にしておきます。で コンンンポジションのセンターーににに配置ししした後 3D レイヤまますすソロビを解除してみます今ちょっと重なって見えちゃって気持ち悪い状態なんですがこの文字の位置 Z 軸で奥にしておきますこの文字のトンネル自体の位置が0で奥のこちらですねぎゅーっと通った後と奥のこちらの一番奥にある背景が1万だったので その間ぐらい5000に1回しておきましょう。このマウンテンズの文字は5000の位置にしておきたいと思います。こんな感じにしたいと思います。再生してみます。だんだん出来上がってきました。はい。結構いい感じですね。はい。トンネルを抜けてマウンテンズとなっております。ほとんど出来てきてます。ではカメラワーク調整していきたいと思います。ここのマウンテンズ寄った後、カメラ止まってしまってます。 コンポジションの終わりの5秒までカメラが止まらずにじんわり動くような動きをしたいと思います。前のチュートリアルでは値グラフのカーブを使って調整する方法をご紹介したんですが、それよりももう少し簡単なヌルを使ったじんわりドリーの方法をご紹介したいと思います。今アニメーションを見てみますと、カメラコントロールのヌルによってアニメーションが起きているのがわかると思います。位置が移動していますね。でですね、ヌルにはアンカーポイントもあります。 このアンカーポイントを使ったテクニックになります。アンカーポイントの現状一番最初に持っていっていただいて、アンカーポイントの最初の位置、0にチェックを入れてください。ここで、アンカーポイントで寄っちゃうんですよ。こんな感じで。まあ、やりすぎてもよくないんで、マイナス200ぐらい。200、さらに追加で200ぐらい寄っちゃう。これ、 細かい動きしていくと、これ絶対破綻する方法ではあるんですけど、サクッとじんわりドリーを簡単に作る方法として頭に置いといてもらえると嬉しいです。ただ万能な方法ではないので、使える場所は限られるのですが、まあ、サクッとやる場合はこれぐらいでもいいのかなと思っております。はい。では、カメラアニメーション自体はこれで完成したので、味付けを少ししていきたいと思います。 まずですね、このインザの白いトンネルの部分ですね、少し質感を追加しましょう。この白、ぺったりとした白のものよりも、ここに若干質感があることによって、遠近感がより理解しやすくなります。フラクタルノイズを使っていきたいと思います。エフェクトからフラクタルノイズ。では、こちらのフラクタルノイズを白ベースに追加します。こんな感じで質感がつきました。ちょっと見てみると、こっちの方がわかりますかね 移動してる感じがすごい分かりやすいですよね。模様があるような感じなので、遠近感が分かりやすいと思います。はい。で、これを紙っぽい質感にしていきたいので、トランスフォームのスケールをぎゅーっと下げましょう。細かいノイズにしていきたいと思います。こんな感じですかね。これぐらいの細かなノイズにしていきます。で、こちら描画モードを 通常から上山に変えていただいて少しずつ下げていきます。あかりますかねまあ5%とか、それぐらいですかね。5%ぐらいフル画質にして質感確認すると、まあ少し、ちょっと YouTube の画質でわかるかどうかちょっと心配なんですが、エフェクトオンオフしてみるとですね、こういった感じでペタッとした白よりも、この少しザラザラ感のある紙のような質感になりました。で、 こういう薄く柄があったりすることによって立体感とかを人の目が感じやすくなります。こう近づいていくときもここが真っ白だとやっぱりつかみどころがなくて遠近感感じにくいんですけどこういった感じで少しザラザラがあったりするとこう紙に近づいているこのトンネルに近づいているっていうのがわかりやすくなったと思います。でですね。 いつものお決まりのビネットもかけておきましょう。調整レイヤーを使ってトーンカーブを出します。カーブ。で、よっ。レイヤーを楕円形ツールでくり抜きます。ダブルクリックして。 楕円形ツールをダブルクリックすると選択したレイヤーの画面いっぱいいっぱいに楕円形ツールが適用されます。こんな感じになってますね。で、今調整レイヤーがくり抜かれた状態なのでこれでぎゅーっと下げていきます。カーブ下げていきます。で、そうすると今マスクが反転していないので切り取った丸の部分が暗くなってしまってます。画面の四隅をちょっと落としたいと思うので反転にしましょう。こんな感じですね。画面の四隅が暗くなりました。そして マスクのエッジが硬いので、フェザーでぼかしていきたいと思います。マスクの輪郭をぼかしていきたいと思います。レイヤーを選択した状態で、F と押すと、こういった感じで、マスクの境界のぼかしと出てくるので、これをぎゅーっと引っ張っていきます。ぎゅーっと引っ張っていきます。はい。そうすると、こんな感じで、微妙になんですが、オンオフしてみると分かりやすいかもしれない。こういった感じで、画面の四隅が暗く落ちました。 こうすることで、より立体感、遠近感を感じやすくなりました。いいですね。うん。ぎゅーっと。いい感じですね。ちょっとやりすぎかも。もうちょい。こんぐらいかな。あんまりビネットとかも、極端にやりすぎると嫌らしくなっちゃうので、このくらいのカーブのイメージで使ってみてください。はい。このトンネル。 肝心の奥が丸見えなので、黒フェードを間に入れましょう。黒平面を出します。黒平面を出すときも真っ黒だと悪目立ちしてしまうので、ま、15ぐらいの、ま、これくらいですかね。これぐらいの少し浮いた黒。完全な黒じゃなくて、グレーですね。暗いグレーに近いような色味にしていきたいと思います。 これじゃあフェード用としておきましょう。フェードを落としておきます。で、こちら 2D レイヤーのままで大丈夫です。この緑のグループ、トンネルのグループと背景レイヤーの間に入れてください。おっと。ここでマウンテンズのレイヤーの整理もしておきましょう。背景レイヤーの手前に持ってきておいてください。で、黒フェード、こんな感じで。わかりますかね この蓋をしてあげてるようなイメージですね。このレイヤーの間を。で、この通り抜けるときにフェードが開けてって欲しいので、トランスペアレンシーで不透明度、t ですね。t を押していただいて、ここ、通り抜けるときにフェードが開けると。最初黒くて、だんだん近づいていくと、 もうちょっとかな ?1 秒目ぐらいですかね。だんだん近づいていって、再生してみますね。だんだん近づいていって、中が透けて見えてくると。いった感じにしました。いかがでしょうか。で、レイヤーの端っこ、ちょっと邪魔なので、オプションキーを押しながら、角確をします。そうすると、レイヤーの端っこカットすることができるので、こうしておきます。 見た目的にも分かりやすいですよね。あ、ここまでしかレイヤーないんだ。ここでフェード終わるんだってのが分かりやすくなるので、こうしておくのがおすすめです。フェードにもイージー,イーズかけておきます。はい。いい感じですね。で、さらに、まあ本当にちょっとの話なんですけど、奥の世界、もう少し空気感感じたいので、グローをかけておきましょう。新規調整レイヤーで、空気感のグローを足しましょう。空気感、グローとしときます。で みんな大好き、グローを適用しましょう。調整レイヤーでグローを適用します。はい。そうすると、こんな感じになってるんですが、光りすぎですよね。で、文字も一緒に白いので、光ってしまいそうなんですけど、ここの、色位置っていう部分、エフェクトの色位置を調整していくと、光る範囲をどんどん絞り込みできるんですね。これ、例えば、0にすると、画面全部が光っちゃってる状態なんですけど、グローの、今、 グローの下にあるマウンテンズと背景に対してグローをかけてるんですがこの色位置を0にしちゃうともうほぼ全てのものに適用されてしまうんですが敷値を絞っていくとより明るいところだけ絞られてエフェクトがかかるようになります絞っていくと絞っていくともう100まで絞っちゃっていいと思いますこうするとここの今太陽の部分ですね太陽の部分にのみグローが適用されてます 文字は現状ですね、色味が231か。文字も先ほどの白ベースと同様で、極端に明るい白ではなく、ライトグレーっぽい完全な白じゃない状態にしておきました。なので、グローの範囲から除外されていったという状態になります。この状態で、グローの半径ですね、こうぐわーっと広げていくと、わかりますかねこういった、 太陽のこの部分だけ残っていたグローが範囲が広がって薄く広いグローになったのがわかると思います。これオンオフしてみるとわかりやすいんですが、こんな感じですね。はい。するとどうでしょうかこの文字ですね。文字のこの部分に赤くフレアが乗っかってるような見た目になったのがわかると思います。レイヤーオンオフしてみるとわかりやすいんですが、こんな感じ。 少しこういった工夫をすることで、このマウンテンズという文字がトンネルを抜けた先にあるように感じやすくなってきます。まあ、あとはここに影をつけていったり、テキストに厚みをつけていくというような工夫をしていくと、さらに立体感やこの場に文字が本当にあるかのような上質感を生み出すことができると思います。いろいろと試してみてもらえたらと思います。はい。では、こちらにモーションブラーを適用して完成です。 インザの文字とインザの文字と白ベースにチェックを入れてモーションブラウンのチェックを入れて背景とマウンテンズの文字にもチェックを入れましょうこちらで再生してみますはいいかがでしょうかかっこいいドリーのトランジションが出来上がりました せっかくここまでできたので、これをもう少し改造して、スピンの動きも作っていきたいと思います。ではですね、プロジェクトパネルに戻っていただいて、ドリーのこちら出来上がったコンポジションを複製しましょう。こちらコマンド D で複製して、名前をスピンにしましょう。バージョン01としておきましょう。こちらダブルクリックして開きます。はい。同じものですね、現状。 ここに回転を加えるだけでスピンのトランジションになります。やっていきたいと思います。まず、インジケーター0秒に持っていって、ここですね。ここを回転、Z 回転をすることによって、ぐるっと回り込んだ動きが出来上がります。えー、プレビューが重くなってしまうので、画質1 2分の1に下げておきます。まず、この状態で Z 回転にキーフレーム1つ打っておきましょう。でですね、U を押してみると、ここですね、3秒目で、 アニメーションしてたのがわかるので、ここで回転かけちゃいましょう。180と。180。180度回転した状態ですね。ぐるっと回って、こんな感じ。スピンして、ぐぐぐぐっと、ぎゅーっと。はい。こんな感じの動きです。で、背景と文字が反転してしまってるので、 こちらですね。下の2つを選択して、Z 軸180回転させておきましょう。180回転させました。こうすると、インザでスピンして回転して通って、また生体に戻るといった動きができました。ちょっと2つ調整しなきゃいけない箇所があって、まず画面のサイドが見切れている点ですね。 画面のサイドが見切れている点とカメラの動きがマッチしていないという点です。ちょっとレンダリングが重くなってしまうのでモーションブラー一回解除しておきます。再生します。回転のタイミングとドリーの速さが噛み合ってないのでなんか滑ってるようなぐーっと回転先にしすぎてて滑ってまた到着してからまだ回転してみたいなカクンって動きになっちゃってるのでここ調整していきます。 ヌルのカメラコントロール選択して U ですね。先ほどつけたアニメーションを調整していきましょう。Z 回転。まずイージーズしっかりかけましょう。で、速度グラフで作業してみましょう。速度グラフはこういった2つの数値の速度感を合わせるのがすごく簡単にできます。この盛り上がってる部分が数値が速い状態なんですが、ちょっと見てみますね。この位置の部分、クリックするとこういった山なりになっています。これが今回作っている ドリーの動きの速度になります。じんわりと加速して、一気に速くなって抜けていくという動きなんですけど、このカーブが、このカーブとほとんど合ってないので違和感が出てるっていう状態ですね。回転のカーブもハンドルを選択して同じような形にしていきます。よ、よっと。盛り上がってる場所を合わせた方がマッチしていきます。 ここのカーブの盛り上がり、二つ選択してもいいんですけど、数値が違うので、大きい山と小さい山になっちゃうので、一つずつ選択した方が分かりやすいと思います。こんな感じですね。分かりやすいように、こう、インジケーターを持っていってあげて、この位置確認してあげるといいと思います。逆に今分かりやすく、わざとずらしてみると余計分かりやすいと思います。 回回転転ののタイミングがと回転の山と山合ってないですすよね今戻しますこの山の位置と形を合わせていくと位置のアニメーションと回転のアニメーションの動きがマッチしてきますなかなか感覚的な部分なので体得するのが少し難しいかもしれないんですが山のスピードが上がってる部分の箇所と高さのこのカーブの感じを合わせるというのを意識すると少しずつ合ってくると思います では、アニメーションは解決できたので、この画面の見切れの部分調整していきたいと思います。まずこのマウンテンの奥の背景の方ですね。背景の方簡単です。こちら。出力幅伸ばしてしまいましょう。モーションタイルでギュッと伸ばしちゃいましょう。こんな感じですね。 レイヤーが伸びました。まあ、ただ厳密なことを言うと、いや、太陽2個あるじゃんっていうのとか、山、山ここに出てんじゃんっていうのはもちろんあるので、本当にしっかり作りたい場合は、フォトショップで空を伸ばしたりとかして作っていくといいんですが、まあ、今回モーションブラーとかをかけていく兼ね合いもあるので、ほとんどブレて分かりにくくなっていくので、まあ、これでよしとしていきたいと思います。で、このモーションタイル、コピーしておきます。 で白ベースの方ですね。白ベースの方も、ここ見切れちゃってるので、モーションタイルコピペしちゃいましょう。ミラーエッジで複製されたので、切れてしまった黒い部分もなくなりました。再生してみると、こんな感じです。でですね、モーションブラーオンにしましょう。はい。こうすると、先ほど懸念していた太陽2個ある問題とか、上の方に山反転して映ってるジャン問題が、 まあ、よく見たら分かるんですけどパッと見分かんなくなるっていう感じなんでもし気になる方は上の方レイヤー伸ばして塗っていただけたらと思うんですが今回はさっくりと作ってみましたこんな感じですねはいということで今回はドリーとスピンを組み合わせたトランジションの作り方をご紹介しましたまた書籍の方には動画で載せきれなかった細かなテクニックや豆知識も載せてさらに詳しく解説しています ちなみにチュートリアルをアルレンジするとこんな感じの映像も作れちゃいますこの動画で学んだことを組み合わせて是非チャレンジしてみてください次の章からは今まで学んだモーショングラフィックスを現実世界に合成することができる 3D トラッキングについて学んでいきたいと思います 次のショーをやると表現の幅がもうめちゃくちゃ一気に広がるのでアフターエフェクツにはまること間違いなしのショーになっております楽しみにしておいてください最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたまた次のショーでお会いしましょう映像クリエイターのサンゼでしたではまた